新シリーズを開始いたします。今度は、シングルモルトスコッチウイスキーシリーズです。1本目は、グレンリベット12年でございます。多くの先人たちが、最初に飲むべきスコッチシングルモルトとして、勧められています。スペックは、シングルモルトスコッチウイスキー。原産地名、スコットランド、スペイサイド。製造者、ザ・グレンリベット蒸留所。原材料、モルト。アルコール度数、40%。内容量、700ml。購入価格、3828円、税込み。色は琥珀色です。香りは、バニラ、青リンゴなどでしょうか。アルコール感は弱く、味わいは、青リンゴの蜜のような甘み。後から、樽感が少し感じられる。飲みやすく、嫌な感じはないです。美味しいですね。次に、加水をしてみます。加水すると、加水量に比例して水っぽくなります。次に、ロックでいただきます。樽の渋みが表に出てきて、飲みにくいです。味わいは、すっきりとした甘み、フルーティ感で美味しいです。6点。プレミア度は、スーパーや山屋で普通に購入できるので、2点。コストパフォーマンスは、4000円を下回っており、リーズナブルです。6点。満足度は、飲みやすく美味しいです。6点。加水すると水っぽく感じるので、ストレートが美味しいです。リーズナブルなのにこの味わいは、さすがと言わざる得ません。この日は、この後も飲み続けてしまい、飲みすぎて二日酔いでした。